えーと連続体仮説 C イコール2のア f フ0乗2の n 乗の形をしていますが今ちょっと違うんですけれども C っていうのは実はあの実数の個数だと思えばいいですでこれはまあこういうアジェンダで話をしようと思うんですけれども最初にまず個数今あの C っていうのは実数の個数だって言いましたけれども 数えるってことを少し考えてみようというふうに思います。で、ある箱に何かが入っているとしましょう。で、その箱に入ったものを数えるとすると、実はいろんな場合があります。同じ形の白い玉が入っていてもで、赤い玉が混じっていても、いろんな色の同じ大きさの玉が入っていても、大きさも色も違っていても、で、玉と赤にいろんなものが入っている。 まああいろんな場合があるでこれでも我々同じように数えるってことをあの数えることができますで。どういうことかっていうと数えるにはいくつかその特徴があるんです。で前提として当たり前ですけれども数える間数える間に数えるものが変わらないこと。で。 数え,られ数えるものの具体的な形や性質は数えることには影響を与えません。それは射消されます。で、どれを先に数えるか、同じことですが、数える順番は数えることには影響をしません。ただ、大事な区別があって、すでに数えたものと、まだ数えてないものとは区別しなきゃいけない。 で、数えるっていうのは、対象を数えたものと、まだ数えてないものに、二つに分ける。これがないと、数えながらそれを元に戻したら、きりがないですね。だから必ず数えるっていうのは、数えたものと数えてないものを分けなきゃいけない。で、それさえ分かれば、あとは最初に考えたもの、1、次に2。で、それを続ける。で、それは自然数の順番。で、1、2、3、4。 これは英語で言ったらあの、the first, the second, the third って、日本ではそ,のそういう順番を表す数字とあの数そのものを表す数値の区別はないんだけれども、数えるとい実は順番の数ですね。the first, the third, the second, the third の世界なんですよね。でそれさえわかれば、簡単な例で、まあ、左にあの数えるものが入っています。 で、これはまだ数えてないものですが、ね、1個ピックアップします。で、それをですね、性質を射小してですね、この The First、自然数の1つ目のものに対応付けます。で、ここに1を残します。これはすでに数えたものです、ね。で、もう1つ次をピックアップして、性質を射小して、で、今度は The Second ですね。それに対応付けて、すでに数えたものの中に放り込みます。 で次もまあ今度はその鉛筆を取り上げて性質を写小してただしあの4つ目のものということででこれを既に数えたものに入れてで次も同じことやりますそうするとこうやっていくとこの左側の具体的な何かはあの右側の1 2 3四っていう数にこれはまあ最初は順序数ですね順序。 これスとセカンドの順序数に対応されて、さらにそれがあの個数のセカンドこれを奇数って言いますけどね、これに変換されます。変換。まあ、自然にやってるんですね。で、しかも有限の場合にはその順序数と奇数の区別はないんですよ。で、これが数えるということです。で、やっぱり順序が大事なんですよ。で、これは有名なあの落語の時そばですけれども、 まあこれ読んでください。いろいろこれで数えるのそれは間違えると得したり損したりするっていうそういう話で順番順番に数えるのはとても大事です。で12345の次は678って順どんどん続っていくというんですけれどもこれはあの例えば鳩は3以上の数区別できないと言われてます。猿は個別の数4とか5 というのをわかるんですがで、それをさらに続くものという形では一般化できないというふうに言われています。で、これは実は言語の能力とも結びついてると言われてるんですが、1の次は 2, 2の次は 3, 3の次は44の次は5で、可能的には無限に続くっていうことが、あの動物の認識能力とあの人間の認識能力。 の大ききなな分かれ道になってきますで数えることと個数ですがで数えることと個数はもともとは結びついていましたでただそのうちに数えることとは独立にでも個数は存在するという考え方が一般的なんです例えばリシャのアルキュアデスは宇宙を埋める砂の数を考えました日本野鳥の会も鳥の数ある地域の鳥の数をあの考えました 推計するんですよでアルキメデスの野鳥の単語を実際に数えちゃいないんですね。数えなくてもあるいは数えられなくても個数は存在する。でこれはなかなか面白いことででまあいろんな数の保存則っていうのはあるんですけれどもそれが根本的に正しいかどうかというのはこれはなかなか難しいことです、ねあの。世界が固定して まあ先ほどあの数えてるられる数が変わっちゃいけないんだとかでそういう話をしましたけども現実の世界が本当にそういう世界になってるかってわからないでも数える以上はそういうことを前提として数えることをするんですでかさらに数えることが当たり前になると数えるっていう行為とは独立に個数が存在するというふうに思うようになります多分現実の日常の普遍の世界では多分それが正しいことです でまあ2つの集合はそういう意味では数えるとは独立に個数を考えようというのは多分あのまあ数えると非常にそういう意味ではあの曖昧なところもあるんですねだから数えるとは独立な個数の定義で有名なのは2つの集合の要素が1対1の対話がつくとき2つの要素の集合は等しいとする で、これは中身が文房具だろうが人間だろうが、あの、1対1に対応すれば、個数は等しいと考え。これは1対1対応で個数を定義していくということですね。で問題はですね、有限の場合にはこれは問題ないんですよ。無限の集合の場合にどうなるかっていうのが、これからお話しすることです。で、 無限の集合を考えた場合には、この数えるということとその一体一体の定義は一致するんだけれども、で、無限集合の要素の個数というのは、基本的には数えることと切り離した個数が存在する。で、数えるとのは実は高々カウンタブにしろエニマラブにしろ、あの、 数数ええらられれるものしか数えられないですねただ非加算っていう概念というのは数えられないと同じことなんですけれどもでそういうものに対しても個数の定義を拡張できるかでそこで今話した一体一対応をあの個数の定義に利用しようとするということですそれはでもなかなか直感を超えたものになります。 ただあの繰り返しますけど、これは無限集合の場合にですね。無限集合の要素の個数を一対一対応で考える。そうすると、いろいろ近年のことを、これは関東部です、ね、実は2年前に関東部没後100周年だったんですが、大したイベントも今終わってしまいましたね。残念ながらにで。無限集合の場合の個数は、実はまず、あの、部分が全体と同じ数の 要素を持つ個数を持持つつ個数ってことです、ね、で例えばですね、あの自然数の中に偶数と奇数があります。明らかに自然数が全体で奇数はその部分です。偶数も同じく部分ですで。これで見ると自然数の数よりも奇数の方が少ない。偶数の数が少ない。というふうに見えるかもしれません。ところが、 一対一対応で考えると、自然数と奇数、偶数の数は、実は等しいんですよ。でなぜならば、自然数 n に対して奇数 2n プラス1を対応付ける。あるいは、自然数 n に対して偶数 2n を対応付ける。逆もそうです。2n プラス奇数に対して n を対応付けることも、2n という偶数に対して、 2で割ればいいだけなんで、n を対応づけることができます。だから、一体期対応で要素の数を考えれば、自然数の数と奇数、これ字が間違ったですね。奇数と偶数の数は等しいってことで、これはまあちょっと不思議なことです。で、自然数、さらに自然数全体と有理数全体とは一体期に対応します。で、有理数っていうのは、あの、まあ、 3分の1とか4分の1とか100分の97とかそういうあの2つの自然数のペアであの9分のピってやつを定義するわけですけれどもで有理数っていうのは0と1の間でも無限に有理数は存在します。でそれだけじゃなくて任意の狭い範囲を取っても どんなに狭い範囲をとっても、その中に有利数は必ず存在する。だからデンスっていうもの、超密っていうんだけれども。でだから、有利数ってとても自然数よりたくさんあるように見えるんですが、自然数、あの、有利数を数え上げることができるで。こういう表を作ります。で、1分の1、2分の1、3分。上の行、1行目は、あの、分母が1、2、3、4、5、6というふうに増えている。で、2行目は分、あの、 このルールは一緒なんだけれども、あの分子があのあの2になる。で、次は分子が3になる。というふうに、こういうふうにやれば、すべての P 分の9って形の有利数は必ずこの上に、要するに P 行9列目に必ず P÷9 いうのが出てきます。P 分の9いうのが出てくることになる。ただ、こういうふうにこの矢印通りに追いかけ,追いかけていくんです。一つ上がって上ががっってて、 ちょっとわざとらしいけど、これやると必ずどっか、あの、どんな P 分の Q もこれで数えることができます。で、だから、あのー、自然数全体と有理数っていうのは一対一に対応します。これもちょっと意外な話かもしれません。で、もう一つ。で、N 個の自然数の組の全体を考えます。例えば、3、4、5っていう組 で3、4五って組はむしろ自然数が3個、自然数のクラスが3個並んだようなもんだから、自然数より多いと思うかもしれませんが、でもそうじゃないんですね。それが多分、あの、それが N 個、自然数が N 個あったとしても N 個の組は、実は自然数に1対1に対応させることができます。で、こう考えるんですね。あの、素数を使います。I 番目の素数を PI で表します。で、まあ、 あの 2, 3, 5, 7, 11, 13。まあ、1番目の素数が P1 が2、P2 が3、P3 が5、P4 が7とこれは無限に続きます。素数は無限にあるので。で、この時、自然数の N 個の組 N1、N2、N3、NK があったとします。これに次の数をあの対応付けます。で、P1、この場合だと二、ね、ですね。P1 の N1 乗、N1。N1 というのは、 個で2個目の N2 に出したは P の N2 乗というふうに、あのー、素数に対してその稽古の組の何番目かをあの肩に乗せた N 乗べき乗の形に持ってきます例えばあの4個の自然数の組2 3 1百0 1 1 3があったとするとでこれは2の23乗 それから3の100乗、5の1乗、7の13乗。これは巨大な数に見えますけれども、これも自然数であることに変わりはありません。で、逆に素因数っていうのはみんな、あの、整数はみんな素因数で分解されますので、この数字は2の、のある数字が与えられた場合に、それを素因数分解して2の23乗、3の になったこれから2 3 1 0 1 1 3という4個の自然数の組みを復活させることができます。だから N 個の自然数の組み全体いくらそのペアが多くてもそれ全体とあの自然数は一体に対応します。まあ、これもちょっと意外だけどなるほどなというところです。ところがですねああまあちょっと無限ってなかなか自然数の無限って のなななかなか不思議なものでこれはヒルベルトの無限ホテルっていうある種の,あの例え話があるんですけどこれ面白いですね。で客室に無限こう部屋があることを考えよう。でもうあの客室が有限の場合だったら部屋が満室だっていうことはもう一人も止められないということは同じです。で無限ホテルはそうじゃないっていうんですね。で満室だとします。 で、ただ、もう一人入りたいってやつが来たら、一番1号室の客を2号室に移します。2号室の客を3号室に移します。3号室の客を4号室に移して、N 号室の客を N プラス1号室へ順番に移ります。で、客室は無限にあるので、誰もぶれることはないはず。で、そうすると1号室空きますね。で、1号室に客を止めればいい。というのが、無限ホテル。 で新たな客が1人どころか複数でもで何人でも例えば1号,の1号室の客を2号室2号室の客を4号室要するに N 号室の客を 2N 号室で移せばあの加算庫加算無限のお客が入ってきても実は止められるというでで今回は省略しますけどこれあのパワーポイントであ これは見られ、ね、なあの、これは面白いビデオがあるんで、この UR で見てもらえれば、このヒルベルトの無限ホテルのいろいろ面白いあのホテル、あの、絶対埋まらないんですね。で、いくら無限この客が乗ったバスが来ても、今言ってみたい N から 2N すればスポット入る。で、無限この客が来たいやつ、無限この客が乗った バスが無限個来ても、先ほどの P の、あの、P の N 乗みたいなやつを使うと、それでも全部引き受けられるって話が出てこれも時間があったらぜひ見てください。で、問題は次からです。で、今までは、あの、実は自然数と、自然数からできる有理数。まあ、P 分の Q にしろ、P と Q は自然数ですね。それから、自然数が N 個あるもの、ね。まあ、あの、3、4、5にしろ。 5, 6, 7にしろあのそういうペアでできるペアの数はあの実は自然数と同じだっていうことだったんですがところがあの0と1を結ぶ直線上の点の数要するにこれ数直線実数の数直線上に点が何個あるかっていうのを考えると様相が変わります。 でまあこの0と1の実数を全てまあ小数点以下こういうふうにあの1.1に対応付けられたとしましょうで一番左側の人 3C はこれ自然数です右側の 0. 何とか何とかっていうのは実数でこういう対応表があったとしますでここでですねこの対角線上の要素例えば A11A22A3 この要素を選びますでこの要素をですね で、変えるんです。どう変えるかっていうと、まあ、例えば、あの、地震だったら、1を足してしまう。で、A、B がありますが、3は4、4は5、1は2。で、9は0にしますね。8は9、0は1というふうに、こういうふうに、あの、対角線上の要素の数字をピックアップして、それを変えたもの。で、それを B とします。で、これは明らかに、 0と1の間の間にある実数には変わりはないですね。ところなんですね、この B が先ほどのこの表の中にあるかっていうと、必ずどっかにあったとします。あったとすると、実は先ほどのあの NN 番、先ほどの対角線とどっかで交わるはずなので、そこは必ず違う数字なんですよ、B は。A がこの表の中に、あの あ,あの、表の中には数字と必ず B は一箇所、少なくとも一箇所は異なる数字になる。だから、あの、自然数と実数とは、あの、一対一対応は存在しない。で、これは対角線論法って言うんですけれども、で、これで結局、実数は自然数とは一対一では対応しない。実数の個数は、 事前数の個数よりも大きいということを証明したことになります。本当かいなと。ちょっと別の証明をしましょう。で、で R っていうのは、あ,のまあ先ほど見た、あの、0と1が実質の二進表示。で、0.100、必ず0と二進表示で、あの、表示したとします。0と1の間の実質をすべて、 0は R0、1は R1、2は R2、N は RN こういうふうに1対1に対応できたと仮定します。で、Ri は実は先ほど前回のところで見たように、2のオメガ上に属する関数として考えることができます。で、だって、あの、二進数展開0と1の並びですからね。で、そうしたときに、 えーと次のような0と1の並び D を考えます。D っていうのは R0 っていう関数に R0 を与えたもの、R1 って関数に R1 を与えたもの。ここで注意してほしいのは、R0 っていうのは関数としても、または引数と両方の意味であの使われています。 で、対角線上の要素すべてを R0 に R0 を適用して R1 に R1 を適用する。ここをずっとやる。で、次に、このビットです。これは必ず0と1の並びですね。で、これを反転します。これはまあ上にバーをつけて表していますゼ0バーは1、1バーは0、101は010。で、それを K とします。K は今の G。要するに対角要素を。で、 で、R0、Rn に Rn を適用したもの。Rn に Rn を適用したって分かりないかい最初の講義のところをもう一度繰り返して、で、二のオメガ乗っていう関数のところちょっと振り返る。こうするとですね、で、この D も K も当然0と1の無限列なんで、で、0と1の間の実質、日線表示と見ることができます。同時に、あの、 d も k もあの2のオメガ乗というものに属する関数と見ることができますで今この k が先ほどの対応リストを含まれているとしますしよその話 ri について ri が k としましょうその時 ri, ri は ri は k ですから k, ri になりますところが k の定義っていうのは ri, ri 要するに対角線要素の ビットをすべて反転したものですから、k の ri イコール riri のバーして0だったら11だったら0になります。だからこれを2つ並べると、RI、r i 関数 ri に引数 ri をあの当てたものは kri になります。でところがこれはあの r i r i の反転。 あの逆にこれはおかしい矛盾ですね。で、これはだから先どのど対角線の、さっき実心でやったんだけど、二心でやって、かつ二のオメガ乗っていうのは関数で回り数字で回るってやつをつ使うと、割かしすっきり、すっきりめんどくさいかもしれないですが、これはちょっとすぐにはわからないから、後であで資料をもう一度読み直してください。これは後で、 えっと、チューリングマシンで、あの、停止しない。チューリングマシンが停止しないっていうのは、全く同じ論法を使います。で、これは基本的なところなんで、ぜひ復習をしてください。で、今、これで何が分かったかというと、0と1の間にある実数の数。まあ、それは実数全てと同じなんですけど、ね、あの、実数の数は自然数とは対応し、あの、自然数とは一体に対応しないということです。 じゃあその自然直線上の点じゃなくて平面上の点の数はどうなるかということこれも実は驚くべきことがあって直線上より平面上にたくさん点があるように思うじゃないですか、まあ、そうじゃない実数に関して言うと平面上の点の数は実数上実数と同じ数の,あの点 しかかないいととうことがわかるちょっと説明してみましょう。で、上が平面上のさ今 A って点があったとします。で、下は直線上のあのー数あのー、1次元の直線があって B って点があったとします。まあ1かける1の大きさのまあ、あのー、正方形だとして、で、どっちが大きいの明らかに上の方が大きいように見えますね。まあそうじゃないんです。で、 で、この A の座標を、まあその小数、まあ実心でも二心でもいいんだけれども、で、こういうふうに 0.x1, x2, x3 というふうにこういうふうに展開します。y の座標も y1, y2, y3, y というふうに展開します。で、この時には、ね、これ多分カントロールの証明だとこれ頭いいですね。次の実数を考えるんですよ。x1 の次に y1 を入れます。x の次に y、要するに、 X の座標と Y 材料を、あの、ウィービングってか、折り込んじゃうんですよ、一つの中に。X1、Y1、X2、Y2。で、これは明らかに0と1の間の実数に対応します。だから、平面上の点を、実は、あの、数直線上の一点に対応づけることができる。逆もそうなんですね。逆に、ある、あの、数直線上のある一点る。 点があったとして、その座標を、XT、x, t, x, 2, x, 3というふうにこうすると、で、これでどうするかっていうと、x はその z の奇数項だけピックアップします。で、y は上の z の偶数項だけピックアップします。で、こうすると、きれいに z が2つの成分に分かれて、で、この直線上の点 b は、 実は平面上の A とと一対一に対に応すす。るってことがわかりますだから平面と直線の点の数は実は等しい濃度って言いますけどそれは等しいってことが分かります実はこれはもっと奇妙なのがあってカントル集合っていうんですけれども、えー、とこういう集合です、まあ、まあ太い線が1本こうでこれを3分の13分の13分の1で区切ります そんで最初にやるのはその1本の1の長さのこの直線の真ん中の3分の1をバッと切り落とします。でそうすると右側に3分の1の長さの線分がああの左側に3分の1の長さの線分が残りますで次の。次の段階では左右に残った3分の1の3分の1の長さの線分のやっぱり真ん中をすっぽり切り落とすんです。でそうすると えっと、やっぱり左右に3分の、三分の1もっと本当は、3分の1を3分で九分で、まあ三分の1でも、3分の1のやつが残ったやつが左右に2つできます。で、さらにその残ったやつをまた三分ずっとこういうのを繰り返してくんです。で、で、これを無限回繰り返して残ったやつは、これはまあ今6回ほど繰り返したところなんですけれども、それをカントール集合っていう意味です。 これはとても奇妙な性質を持っています。えっと、これ、ちょっとわかりにくいんで、これ、これもなかなか、なんか天才的なコーディングをするんですけれども、3、3つに切るんで、で、それぞれに0、1、2っていうのを対応付けます。で、 で真ん中を切り落とすんで実は1の部分がすっぽり落ち,落ちます。だから2番目の段階では0 0 0一1 0 2でここの真ん中の部分をすっぽり切り落とすので残ったのは00と0 D が残ります。で右側の方に行くとえっ、ー、とこれ2二っていうやつを3つに切って真ん中を落とすんで あの、2022ってやつが残ります。で、それをずっと繰り返していくんですね。要するに3等分した人は右、左から012ってラベルをつけて、で、真ん中を切り落とすんで0と2だけ残ります。2回目の操作で0と2に対して同じ操作を行うと、残った部分は00022022っていうラベルをつけることができます。で、これで、ね、面白いのは、こうやってラベルをつけていくと、で、このラベルには必ず1はないんです。 ですよだって真ん中みんな切り落として残ったものい残しかつでで関東集合上の点はあの0と二からなる無限列で表せることがわかります。ででこの最後の長さはどうなるかっていうと操作を繰り返すたびに3分の13分の 1> 1がが分分分の2 3分ののまた3分の2どん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 そういうふうにやっていくと,、えー、とこれはそれを無限に繰り返していくとだんだん小さくなって3分の1プラス9あの切り取られた分を見た方が早いかなで最初3分の1切り落としてで次にそれの,あの9分の2になって27分の4になって要するにあの初項が3分の1で公比が3分の2。 の等比球数になっそれの和ですね。これを計算すると1になるんです。で、要するに何を言ってるかというと、この操作を繰り返すと、切り取られる部分というのは結局1になるんですよ。で、とことは、元を1で切り、1を切り取ったってことは、長さがゼロだってことなんです。これ無限回繰り返すと、実はこの集合の長さはゼロになります。で、 僕はこれからもこのように、この長さ0なんだけど、実はこの上の点っていうのは、実数と同じ個数の点がある。で、この集合上の点を012の三振表記にすると、ただし012で真ん中の1を切り落とすんで、どういう表記をしても1は現れません。例えば、x は0 2 20 2 0 20 2 0 0 2 2 0 2 0 0ロ で、ここで、あの2をすべて1に置き換えます。そうすると一1二2のところ全部1にするのね。で、これは, x は、x と y はきれいに対1に対応しても、単にあの2を1にしただけだから、x から y だったら2を1にして、y から x だったら1を2にすればいい。で、これで対応しています。で、この y を、これは0と1の間の実数の二進表記など考えれば、 カントール集合上の点 X は01区間の実数の一つに対応していることが分かります。逆に01区間の実数の二振表記で02に1を2に置き換えればこの実数の対応するカントール集合上の点の位置が求まります。だから長さが0なんだけれども実は、えっ、ー、と、実数と同じだけの点がある。 これはなかなか病的な例です。もっと病的な、これは今の1次元の場合ですけど、これは2次元、関東新聞2次元版で、四角があったら四角を9等分します。で、真ん中だけ抜きます。で、次に残ったやつをまた9等分して真ん中に抜いていく。で、残ったやつをまたあの9等分して、で、どん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 繰り返していくと、これは最終的には面積はゼロになるんだけれども、で、実数と同じ。 個数の点を3次元のがこれは面があってですねこれはあの3分の13分の1縦横高さ3分の1三分の1して真ん中をくり抜きますで残ったやつもまた同じように縦横の長さ3分の3分切り取っていくとでこういうその環東信号3次元版ですけれどもこれも体積はゼロにどんどん近づいていってだけれどもその中には実数とない濃度を しかもこれ表面積無限大になるんですねで。そういう奇妙なやつがたくさんあります。まあ、これいくつか、これはあの、リーのグラフ、これは後で使う、これなんですね。バーナータイムスキンパラドックスってて、<laughs> これも信じられないんですが、球を有限この部分に分割して、これをうまく組み替えると、元の同じ球と同じ球を2つ作ることができる。そんなバカなと思うかもしれませんが。 そういうことができちゃうんですねほら。で、あの、連続体仮説の話に入ります。で、カントール、実は連続体仮説っていうのを証明できなかったんですよね。加算公無限の濃度、アレフ0と言います。だからあの、要するに今まで見た加算高自然数の数っていうのは、オメガで、オメガの濃度がアレフ0だと思ってもらえばいいわけです。 で、2の,あの濃度について、2の,あの濃度上はその元の濃度にでかいと示すことができるので、無限の濃度に実は無限の階層があることが分かります。で、順序数と奇数の無限の系列がある。で有限集合の場合には、その順序数の系列と奇数の系列。奇数とは要するに濃度、個数ですね。で あの自然数有限の場合には一致するわけです。で彼が示したのはと真ん中にいろんな数がありますけれども、まあ、例えば、えー、と自然数は当然自然数と等しいそれから整数も自然数と等しい有理数も自然数。大数的数というのはあの整形数の大数方程式の根ですね。でそれも実は自然数と同じ個数があることが分かりただし 実数や実数のペアで複素数はあの実数の個数と等しい。で問題はこのアレフ0とあの実数の個数 C の間の関係をどういうふうに考えるか。でカウントボールがした仮説っていうのはあの実数の個数はアレフ1はアレフ1で2のアレフ0乗に等しいで。これを連続体仮説というふうに言います。さらにもっと一般的にアレフの n プラス1乗、あ アレフの n プラス1番目は前のあのアレフ n の2のアレフ n 上これを一般連続体仮説というふうに言います。まあ、これは彼は解くことができなかったんですね。で、まあ、ヒルベルトはこれを20世紀のもう100年前ですね。ヒルベルトがあの20世紀の解くべき問題のトップにこの問題を挙げました。で、ただそれは あの20世紀に思わぬ形で解決されることになります。で最初にゲーデルがあの連続体仮説と集合論というのは実は矛盾がないってことを証明します。で,これで1960年代に JP ・コーエンという数学者が連続体仮説と集合論というのは実は独立なんだ。 これちょっと意味は分,から分かりにくいかもしれませんけれども、独立性っていうのは、例えば平行線行為、ユークリット気化学で平行線行為っていうのは、あの他のユークリット気の行為とは独立だっていうふうな言い方をしたりしますけれども、要するに連続体行為っていうのは集合論から証明できないんですよ。かつその否定も証明できない。それが独立性ですね。 でまあ、だからカントールがその連載仮説をあの集合論ベースに証明しようと思ったのはそもそもできないことなんです独立なことなんで。で要するに講演の結果っていうのはカントールが構想した、えー、と集合論とは異なる非カントール的集合論が存在するということを明らかにしたもの。 でこれはあのユークリッ関の第五鉱順があのユークリッ関期間の他の鉱輪から独立でそれらから証明できないことでそれが非ユークリッ関学を成立させるの同じことが数学の基礎である集合論でも起きたということですでだから C=2 イコール2のアレフ0乗っていうのは多分多分偽ですね僕の感じだと。 でまあ、それが成り立つあの集合論も存在するけれどもあの一般にはおそらく成り立たないということが証明されたということで。です一体一体法でそのンカントールがいろいろ進めたことというのはこういう形で思わぬ結論に達したということです。